ちらはネクスコ東日本です。午後6時5分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。川口ジャンクションを先頭に三郷中央インターまで12キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。花輪インターを先頭に4キロほど交通集中のため渋滞しています。次に事故のため神奈川インター付近23キロポストを先頭に2キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実装です。